れ俺がいた生でダラダラ音楽バラエティ浜ミュー、第2回目始まりました。拍手ありがとうございます。木曜日のですね、各週第2第4、木曜日担当させていただきます辻浩平でございます。もう一度大きな拍手、ね、マイクをちょっと話し気味するか、俺の声でけえから、はい、ありがとうございます。さて、この番組ですね、まあ、僕がお世話になっている人だとか、これからお世話になる人に向かってですね、まあ、お料理を振る舞いながら、いろいろと音楽を、音楽にまつわるお話をですね聞いていくわけでございます。で、第1回目をですね見ていただいた方は何かの異変に気づいてるはずです、ね、僕お料理するときにこうピンクい可愛いね豚ちゃんのエプロンをしてやってたんですけども、この番組第1回目の人気っぷりが伺えますね。すでに紛失しました。あのね、知らない間になくなってるの、置いてったのに。置いてったからかなここに。じゃあ忘れないようにね、置いてこうっつって置いてったらなくなってたのね。おかしいよね、人気っぷりなのか、もうなんかただのゴミにしか見えなかったのかね。まあでもね、今日は新しいエプロンをゲットしました。これね、ブランドものダイソーね、俺のエプロンが入ってた袋うるせえなこれ、やめとこう今日はエプロンなしでいきましょう、せっかくなので、はい。さあそんなわけでございまして、まあじゃあお家にね、ああいう可愛いエプロン余ってたらどんどんください。もういろんなものをね皆さんからいただいて、こうすごいアイランドキッチンが最終的には出来上がるような、そんな感じになってますんで、ぜひ、楽しんで聞いてください。さあ、さてさてね、今日ゲスト、はい、まあ、先週のですね、まあ、レーベルの先輩でありますアイディさんでございましたけども、今回はですね、はい、現役 JC アイドルのお母様からですね、いろいろとこう実際にこうアイドルを自分の子供に持つね、ね、自分の子供がいわゆるそういうアイドル活動をしている親御さんの気持ちっていうのですね、ちょっと聞いてみたい。なぜならまあ僕もね、こう見えて、教員免許とか持ってましてね、その教員の道に行くんだろうって話をしながらこういう芸事に行くようになって、まあ一時期ね親父とすげえ険悪になったんですけども、まあ、そういう、こう気持ち的なものとかもね、あの当時僕が理解できなかったものがきっと理解できるかもしれない。もしかしたら今日の番組の最後にね、こっちの後ろ裏口からうちの親父が出てくるかもしれないけど、出てこないね、ヒロシは出てこねえです。うちの親父ね、辻ヒロシね。はい。ヒロシは出てきませんけどもね。誰か出てくるかもしれません。ぜひぜひ楽しみにしておいてください。というわけでございまして、お呼びいたしましょう。今日はですね、顔見せ NG ということで、珍しいね、この番組。はい。顔見せ NG ということで、仮装して出てきます。はい。では、現役 JC アイドルを娘に持つ親です。拍手。親です。どうぞ。でこちらね、あ、こっちから行く、こっちから、はい、挙動不審です、はい、ありがとうございます。上がれる、ありがとうございます。これ何、別に話、お土産じゃないでしょ、お土産、ありがとうございます。はい、俺の公式食べ物ハッピーターンいただきました、ありがとうございます。じゃあこれ、じゃあ今日何も作らずこれ食べながら話しますか。はい、ダメです。はい、じゃあこれお土産はこっち置いといて、じゃあお椅子に座っていただきましょう。はい、あ、そっか、今日あれ、おしゃべり NG、 おしゃべり NG ってね、しゃべりのゲストならしゃべれない。あ、じゃあ俺耳打ちで聞いてしゃべればいいの、あ、大丈夫ね、はい、何なんじゃないから大丈夫っていう、分かる人しか分からないこと言ってますね、はい、このマイク、はい、じゃあこれをよいしょ、じゃあこっちから通すか。はい、じゃあお母様お椅子に座っていただきまして、なんなんて、なんなんってね、分かんない人はですね、なんなんで検索してもらいますと、多分人気がないんで全然ヒットしないと思います分からずじまいでお願いいたします。さあ、今日現役 JC アイドルをね娘に持つ親、お母さんということでございまして、そんなですねお母様のオーダーは一体何でしょう。某ビフォーアップにね、にオーダー何々っつって、全然違うこと言っちゃダメだよ、こんだけすげえ材料ね、
一応 LINE でねやり取りして、あの一応いろいろ話聞いてますけど、これで違うこと言ったらもうあの作らずに終わります今日。はい、じゃあこれをカランカランって鳴らしてもらって、あーなーにゃんちゅうみたいな感じで、あーなーあーなーにーって言ってもらえれば、あの僕はイナリッシュで作り始めます。はい、じゃあ今日のオーダーは一体何でしょう。オーダー爽やかなハンバーグ。オーダー爽やかなハンバーグ、イナリッシュ。じゃあ誰か走ってじゃあ爽やか、うん、爽やかじゃねえな俺な、あんまりな、どっちかというと。じゃ あの過去に爽やかだった時期もある俺が作るハンバーグでいいですか。略して爽やかなハンバーグ。まあダメって言われてもやりましょう。はい、というわけでございまして、もうすでにですね俺の材料がこう辻パッドからはみ出てますけどもね。はい、まあ一応これこうやってやるとこっちの方が素敵なんだよね、辻パッドこれね。ちょっとカメラに向かって、ほらスワロフスキーでストロベリーフライロケッツね、これ iPad 込みで30万ぐらいで売ってます。ぜひぜひ欲しい方はですね、あの僕に声かけてください。ということでございまして、まあ、一般的なハンバーグの、ね、作り方でございますね。材料じゃあこっちの3カメさんに一応移しますか。こんな感じで OK、 はい、一般的な材料です、はい、4人分合いびき肉 500g、 玉ねぎみじん切り 150g、 おおよそ第2分の1かけ、あとパン粉、ね、乾燥パン粉なら20、生パン粉だと倍の 40g で、お塩 3g、 黒胡椒 2g、 ナツメグ少々、赤ワイン 15cc、 卵1個という形になっております。素晴らしい。じゃあ戻しますね、これ一般的なやつでございます。じゃあ、早速ね、あの作っていきながらお話を聞いていきたいなと思うんですけども、お母さん、あのそもそもね、あの娘さんがさあ、これ包丁じゃねえしね、娘さんがね、そのアイドルになりたいって言い出したの、それともなんかこうこういうことをやってみたいっていう話になったの。うん、保育園の時にちょうどね NHK であのクッキングアイドル、アイマイマインって、アイマイマイン、マインちゃん、マインちゃん知ってますよ俺。みんなで作ってアラモードじゃなかったっけ、あれ違ったっけ、なんか決めポーズじゃないね、あったよね。あれを見て、うん、出して、うん、同じ時期にプリキュアやってたんですよ。プリキュアでもね、何台もやってるでしょ今ね。プリキュア5の、うん、あ、ゴーゴー5、あれゴーゴー5じゃないかったっけ、プリキュア5とプリキュア5、ゴーゴー、あ、そんなにあるのプリキュアって。あって、その黄色いの子がアイドルだったんですよ、うん、黄色い子がアイドルね、え仮面ライダーじゃねえ、あのゴレンジャーでいくとカレー好きだよね黄色はね。あ、うん、あのカレー好き。あ、その子もカレー好き。ちなみにあれみんなね、あのカレーは飲み物だって言うけど間違いだからね。カレーはむしろ空気ね。空気だよねあんなのね。もうサラサラと入ってくよねカレーは。はい。さあ、そんなこと言いながらですね、まあみじん切り、はい、おおよそ台の2分の1個、これをみじん切りしていきます。これまあそのクッキングアイドルっていうぐらいだからね、こっちちょっと線を入れながら。あ、こっちか。危ない危ない、そうだよね、なんかおかしいと思った。マジもういいや、できたものがそこにある、ダメそれ。あ、違う違う、そうそう、じゃね、もうなんかオニオンスライスでもいい。あら、あ、ジャパニーズフェイマスミュージシャン通じたみたい。爆笑、いやブブーじゃねえし。これからね、これからそうなりますね、あれ俺何するんだっけ、みじん切りか、まあいいや。で、あのまあそのあいまいマインと、プリキュアの黄色い子がアイドルだったと。そこから、うん、足してイメージカラー黄色。あ、それで黄色なんだ今。そうなんです。黄色レモネードなんだ。キュアレモネードなの。キュアレモネードです。へえ、そうだったんだ。じゃあ、うん、パイナップル娘ね。もうこれ本人が誰がなんだっていう話をしてないからね。あ、そうだ、火を入れとかないとあったまんね。もうじゃあこういう風にやりながらね、切りすぎた。まな板の量に比べて玉ねぎがめっちゃ多い。
ね、よいしょ。これさ、俺多分今日一日玉ねぎ切って終わる気がする、このペースだとね。まあいいか。でひどすぎる。そう、どっちが俺もうここまで知ってる人には誰のことかバレバレという、はい、まあ一応最後までぼかしていこうぜね、せっかくだから。なんだっけ、そうで、まあキュアレモネードが、まあ、アイドルでお料理好きでカレー好き。お料理はできない。あ、お料理はできないの、キュアレモネードは。お料理の要素はマインちゃんです。マインちゃん、でもマインちゃんとさプリキュアって違うじゃん。違う、足してなんかいっぱい抜いたのが、うん、あれうちの娘いろいろ足して抜いて残ったのがあれって、それダメじゃないねえ、足していい方が残ったらあれだけど、はい、ひたすらなんかみじん切りしてそうだからさ、はい、もう炒めるかいいよね、はい、で今火が入ってます。で、バターだとかね油でよいしょ、適当だよ、うん、だって火入れたら多分大概食えるでしょ肉なんて。そういう言い方いけないか、ハンバーグ、はい、ちょっとじゃああれを使うか、よいしょ。でまあでもさ、そのまあアイドルになりたいっつってなれるもんじゃないじゃん。でなれるの、ママにはマイクっつって本当に普通に世間話してるだけだからね、これじゃあね。なれるの、はい、それなりたいって言い出したのは幼稚園でしょ、だって保育園なんですけど、うんうん、あ保育園、まあそれぐらいの時期ね、ひとまず羽を取った方がいいっつってね、ケーブルに結びついている、はい、汚れてるな、汚いね。じゃあのねライブが相当あるからなかなか洗えなくてさ羽を、ね、あのちょうど洗えそうな時期があったんだけど、いい具合に洗濯機壊れちゃってさ洗濯できなかったんだよね。手洗い、じゃあ手洗いするよ、脱水とかね洗濯機でかけんと大変だろ、ね、あ全然温まってこんね。あ、今日はこれで終了かね、じゃね。ね、そういうこともある。はい、そうそう。俺の羽はいいんだよ、どうでも。ね、はい、洗います。ちゃんと洗います。あのライブがね、しばらく羽洗う会が来た。あ、料理をしないで何？羽を洗う会？それ全然料理は関係ない。何俺？もう家事手伝いよ、あれの。いろんな収納アドバイザーとかを取っちゃってさ、最終的にはこの辺のがめっちゃ綺麗になって、もう綺麗だし。まあそういうね、家事鉄でもいいけどさ。で、なんだっけ、もう話飛びすぎてたよ、意味がわかんねえ。なかなか温まる、じゃあ温まるまでじゃあみじん切りしてるわ俺。で、まあアイドルになるよって話して、まあね、さっきもあのちょっとだけ話したんだけどさ、俺はその教員になるためにね、あの大学に入って、で、まあそうは言ってもやっぱ音楽はもともとやりたかったので、親父にそういう話をしたらさ、もうすげえ取っ組み合いの限界になってさ、もうそういう芸能活動なんか絶対許さねえっていうぐらいで、もう全然何もうテレビ番組で音楽をやってたらもうすげえ嫌味を言われるっていう、もうミュージシャンなんか嘘つきしかいないから、うちにも嘘つきがいるみたいなさ、そんな話になってたの当時は、はい、まあ今はね、それなりにこう売れてきてるんでね、売れてきてないか、まだまだこれからす、もっと売ってください何の話だろう。そう、まあその芸能活動をね、それに合わせて全然もうこっちで会話してるね、俺でっけえ独り言言ってるだけじゃんマイク通して、まあいいかそれでもまあいいね、そうそう。で、まあそんなこんなでね、やっぱこう芸能活動でこうラジオの番組を地元で持ったりライブとかするようになって、まあもう応援をねかけながらしてくれるようになったよっていう話ですけども、そのほら娘がやりたいって、しかも幼稚園というか保育園でしょ。保育園です。まあ確かにそのね、お父さんお母さんがあの何あの子供の夢を全力で応援するっていうのはね、当然というかあれだと思うんだけど、アイドルじゃん、なんかその心配とかなかった？てか最初はね、うん、うち臭い中なんですよ。え、臭い？くっそい中なんです。あ、くそい中びっくり、うちくっさいって言うからさ洗ってやるよ誰かと思ってそういう意味じゃないか、あ、くそい中ね、そうびっくりした、くっさいんすよって何のカミングアウトかと思ったうん、くそい中、その田舎で集まってきた、人と違うことをやるっていうのが、うん、やっぱりすごい叩かれるんですよ。人と違うことをすると叩かれる。
まあ、出る杭はね打たれるってよく日本語でね、ハンバーグそろそろ焼き始めないと。そうだよね、みじん切りさえ終わってないね、やっと温まったね、じゃあちょっとこれやりながらね、みじん切り温まりました。でこれきつね色になるまでゆっくり炒めるんですけど、多分今日それをやってるとね、終わっちゃうから。あ、そうか、これ焼くとさ消防法でね、なんかあるんじゃない？よいしょ。あー、音だけでなんか、あ、めっちゃいい匂い玉ねぎ。今日玉ねぎの炒め物でいいだ。ダメ？だって時間ないもんね。3分クッキングではない。3分で終わらんのだわ、うん、むしろ、うん、俺がやっとる時間は3分ぐらいかもしれんけどね、うん、そうそう。で、まあ、クソ田舎で違うことやると叩かれるよとね。で、まあ、ちょっと話挟みますけど、まあ、これ本当はきつね色になるまでゆっくり炒めるんですけども、炒めた後実は粗熱を取るために冷まさんといかんのだわね。そうすると今日番組終わっちゃうので、ちょっと一回切って炒めて冷ましたものがそこにありますね。はい、3分クッキングですから、ちょっとやってよ。じゃあこの辺をどかしながらね、よいしょ。はい、で、よいしょ、これね、3番に移す、よいしょ。すげえ飴色になってる、いいね、いい具合に冷えてます。はい、これこんな感じ。はい、はい、飴色になるまで炒めて、冷えたものがこれでございます。で、そしたらね、これを先ほど言った、パン粉、玉ねぎみじん切り、塩コショウ、ナツメグ、赤ワイン、卵などなどっていうのを混ぜます。でこの時に最初にひき肉を入れちゃうと味がねなじまないので、ひき肉以外のものを全部入れてまずなじむまで混ぜてください。よいしょ。じゃあ、お、手袋ね、お、すいませんすいません、あ、落ちたやつだからやめとこう、それね、こっちにもね、よいしょ。バナナがとても邪魔をしている、よいしょ、はい、これ僕は今手袋してますけどね、ジップロックとかに入れて揉めばお手でも汚れませんし、量とかをねちょっと作りすぎ、まあ、今紹介したのは4人分なので2人分とか1人分っていう使う場合はね、はい、ジップロックで保存しておくといいよという話でございます。よいしょ。じゃあもう全部ぐちゃっと入れていきます。はい、飴色の玉ねぎで、よいしょ、塩コショウ、ナツメグ、卵、あ、赤ワイン忘れた、よいしょ、パン粉。これ混ぜてね、続きはまた来週とかやるともう食材傷んじゃうもんね。うん、頑張って混ぜる。いや、混ぜ終わったらもう焼くのなんかあっちまじゃないね。もう肉なんか生でも食べれるでしょ。そんなことない、俺だけ生で食べるの。よいしょ、おい、でこれをまずねしっかりと混ぜ合わせます。あー、すごい、もう赤ワインの香りがいいね。はい、こんな感じで、あ、じゃあ3番に行きますか。よいしょ。はい、こんな感じで全部を混ぜ合わせた後に、ひき肉を入れちゃいます。じゃあそこのひき肉とこの辺も入れちゃいますか。はい、よっ、えい、で、そうだよ、混ぜながらあれでしょ、クソ田舎なんですよっていうところから、これ粘りが出るまでじゃあ混ぜますんで、クソ田舎なんですよ、人と違うことをすると叩かれるんですよと。で、一時諦めてたんです。あ、マイク使ってくださいね。はい、で今一時ね諦めていたんです。なるほど、うん、あ、爽やかね、あの生さがいいんだ。あ、生でやっぱ食っていいんだハンバーグはね、はい、あ、ダメだよ、火は入れた方がいいよね。
爽やかのは生でもいいけど自分で作るのはちゃんと火が通ってなきゃ嫌だな、個人の感想た方がいいよならいいね、まあ、確かに牛百ならね多少いいですけど、今日のは合いびきですからしっかりと混ぜてください。はい、で一時諦めてたけど、それ幼稚園の時になりたいって言って一時諦めてからアイドル活動始めるまでってどれぐらいかかったの？始めたのが5年生です。5年生あれ随分空いたね。空いてもう一回夢はもう胸の中にしまって胸の中にしまっていたんですけど、うん、地元の方でご当地アイドルが流行り出した時に、うん、同じ学校出身の子がアイドルを当時やってて、うん、あ田舎でも大丈夫じゃん。へえ、同じ、あだいぶ粘りが出てきましたね。これ手袋がデロンデロンになってますけど大丈夫これね、うん、親指とか入っちゃうと今あれでしょ、時代的に問題でしょね。昔でもラーメンとかって普通入ってたよね、こうやってね、おばちゃん指指っつってね、熱くないよって、そうじゃねえしみたいなね。はい、昭和ギャグはい、で、成形をします。でまあちょっとフライパンもあれですし時間もないのでちっちゃめにしますか。もうね持ってるだけって感じで、こんな感じでこねます。はい、で、真ん中をですねへこまして焼いた方がね火の通りがいいので、はい、で、もうすでに完成品が乗ってるね、これ乗っけて焼いたものがこれですなる方がねよかったですけど、はい、まあここまで行くとは思わなかったですからね。はい、まあ今ちょっとじゃあ完成品もよいしょ。あー美味しそう。これこっどう3番ここにミニバー、はい、でこれまあ、お好みでね中にチーズ入れてみたりお餅入れてみたりとかしてるといいですしね。今日本当油揚げもせっかく持ってきたんですけどね、いなりバーグにしようと思ってね、おしゃべりが過ぎたね、うん、多分食べる前にもうじゃあゲストですって話になっちゃうから、まあでもせっかくねもう一応こういうこともあろうかと火を通して焼いておいたものがあるんで、ぜひねお召し上がりいただければと思いますが、これだけだとちょっと味気ないでしょ、塩コショウだけの味だもんね。で、今日実は時間がねないといけないと思って、もっと前からね下ごしらえをしてたの。で、なんと、よいしょ。あーめっちゃいいよ匂いが。煮込みハンバーグです。ね、作り方は一緒ですけど、はい、もう煮込んどいた。これ食べますか、せっかくだし。あ、それもいい具合に焼けてきたね。あ、さあさあさあよっ、あ、熱くはないかよっ、うまそう。これ明日のお弁当のおかずとかに入れてってもいい感じだよね。はい、ちょっと待ってよ、これこうしたら俺何もできないってあ、じゃあちょっとこれ煮込みね。あ、そっか、じゃあせっかくだからまあまあ持って、で地元アイドルがまあそういう風にやってる、知ってる子がやってて地元でもやってもいいんだっていうことでやり始めたわけでしょ。はい、でもほら曲とかさ歌のレッスンとかっていうのどうなのよ。曲は知り合いの、うん、趣味で音楽作ってる人が、うん、で今はそこでお願いしてるんですけど、でもそういうのをさ、うん、やれる環境が周りにいたっていうのはいいよね。やりたい時にさ、だってどうしていいかわからないとかあるでしょね。俺はだってずいぶん話全然進んでないね。そうだよね、はい、あと5分じゃん、食べずにもうゲスト行かなきゃって話だよね。とりあえずじゃあ食べて、はい、うん、食べて食べて、じゃあもうここで食べて感想をね言うまでの間に次のゲスト発表するか早いね。ちなみにね、もう次のゲスト決まってまして、はい、まあ、今こちらはですね、現役女子中学生 JC アイドルを娘に持つ母という感じですけども、次はですね、僕が非常にお世話になった方をですね、せっかくなので振る舞いたいなと思うんですけども、名前明かしてもいいのかな、言わない方がいいのかなね。あ、いいっす、いいっす。豊橋で
辻康平のプロデューサーっていう名前で通ってる人です。よいしょ、出るかな。すごいマイペースだよね俺。次からちゃんとあの工程表作っとく。時間、この時間だったらこれしねえかんね。マイク取ったら顔バレちゃってるじゃん。そりゃそうだ。そりゃそうだ。繋がらない、はい、じゃあ次回のお楽しみ。、はい、一応お仕事中かもしれないのでね、当時はそういった音楽の、まあ、プロデューサーではですけどね、イベントプロデュースをされてた方が今別のお仕事にね、次回パパニャン違います、はい、ついてる、そんな方でございます。まあその方がいたから僕はね豊橋でこういろいろとイベントやれるようになったっていう、そんなね恩人が来ます、はい。ちなみにまたねツイッター、フェイスブック何度チェックしていただいて次回のねお料理楽しみにしておいてください。ただ僕もその人も何かあると必ず肉を食ってたので、多分 100% 肉のリクエストが来ると思います、はい。今日も肉だったね。どうですかお肉、美味しいです。これちょっといい具合に焼けてきたね。ちょっとせっかくだから、ね、あもう直箸で食べてください。ひどいゲストなのに。あふわふわ、はいね、なんかもうグズグズだね俺。はい、ちなみにこのね今日作ったハンバーグ、このレシピでケイちゃんでこの煮込みハンバーグとかも限定で食べられますからね、ぜひ食べてみてください。あじゃあ持ってようか、あんした方がいい。ダメだよそんなの、怒られ、中まで焼けてるかな、もし中まで焼けてなかった場合は次の日か、その次の日ぐらいに多分お母さん大変なことになってると思いますんでね、それ結果ツイッターでチェックしておいてください、はい。というわけでございましてね、あもうあと1分ぐらいしかない、1分ちょい、はい、です。お電話つながらなかったのであれですけども次回は先ほどもね、あじゃあちゃんと焼けてそうなのを食べてもらってね、はい。次回は、はい、その豊橋で、まあ、辻康平プロデューサーとして、約5年間ですね、まあ、いろいろと中まで焼けてるかな、それが辻さんのいいとこ、どういうことどういうこと。そこ読んじゃダメやん今そっち、はい。やっぱり焼けてなかったのね、はい、焼けてるか焼けてなかったかは明日か明後日の、はい、ママのツイッター見ててください、はい。そう、俺を5年間プロデュースしてくれてた方のね、まあ、当時の、まあ、全然有名じゃなかった俺を使うことだとかね、そういういろんなことを当時聞けなかったことを聞いていきたいと思います。多分十中八九肉のリクエストは来ると思いますんで、ぜひね次回11月の10日です。第2、第4木曜日にやってますので、ぜひチェックしてみてください。どうでした、あ食べてなかった、じゃあ感想はまた後ほどですね、はい。というわけでこの後ですね、この場所では1曲2曲ライブしますけども、放送を聞いてる方見てる方はまた次回11月10日にお会いしましょう。バイバーイ、イナ・リッシュ。